すみません。飛行機出ないの？申し訳ございません。大雪の影響で全ての便運休となっております。そっか。今日受験だったんだけど、諦めるしかないよね。はい。こちらチケット代お返しいたします。うん。お客様、どこまで行きます？え？仙台まで。今なら新幹線はなんとか走ってます。よかったら案内しますよ。マジで？よろぽよ。わかりました。必ずお届けします。あさぽよ。東窓口さん、至急仙台まで学割1名で切符作ってもらえます？承知です。北斗10号乗り継ぎすぐのはやぶさでよろしいですか？それだとウヤの可能性があります。すぐの北斗8号でお願いします。それだとあと1分ですよ。ホームさん取れますか？あいよー。無理は承知ですが、3分の接続もらえますか？無理だ。後続あるんだぞ。後で何でもするんで、なんとか頼みます。あー、まったく。知らねえぞ。切符できてますよ。ありがとうございます。お姉ちゃん、それじゃあ8番線へ。マジで朝っぽいようです。行ってきます。行ってらっしゃいませ。ご乗車ありがとうございます。ん？お？今日受験の子かな？あれ？お客様、こちらへお願いします。すみません、お願いします。残高不足みたいなので、チャージしときますか。あ、はい、1000円でお願いします。お預かりします。あ、1枚多いですよ。あ、すいません。緊張しますよね。あ、はい、今日受験本番で。もう無理、帰りたいって思ってますよね。はい。大丈夫です。みんな同じこと思ってます。え？深呼吸して、思いっきり笑ってください。きっと大丈夫です。春には笑いながら。友達と一緒にここの改札を通ってますよ。行ってきます。笑顔よし。ん？次の小玉号はどこですか？次は新大阪行きが11番線から発車しますよ。ありがとう。どこまで行くの？熱海まで。そっか、じゃあ気をつけてね。新横浜の次が小田原で、次が、あ、あんちゃん着いたで。え？ここはどこ？新大阪やで。熱海で降りないとだったのに。もうお金ないです。ほな歩いていかへんとな。うー、嘘やって。金もいらんからこのまま乗ってな。折り返しで東京まで行くさかい。え、あ、うん、ありがとう。母ちゃんには歩いてきた言うときな。サスケ、遅かったじゃん。なんかあったの？歩いてきたの。え、嘘やって。なんで関西弁？あれ？確か今日は運転士の試験だったはず。おお、ソスケ、お疲れ様。パパ、どうしたの？パパ、運転士になれなかった。ごめんな。なんで？ちょっと検査に引っかかっちゃってな。絶対なってくれるって言ったじゃん。パパの嘘つき。ごめんな。あなた、家族のためにたくさん苦労してきてくれてありがとう。いつも無事に帰ってきてくれる。それだけで十分だよ。ありがとう。それにソウスケ、約束したでしょ。あ、パパが運転士になれなかったらどうするんだっけ。え、僕が運転士になる。ソウスケ、今日はお寿司食べに行くぞ。やったー。笑顔よし。停止位置よし。快速電車通過のため1分ほど停車いたします。おい運転士、どうされました？お前の運転は荒いのよ。もっとブレーキを優しくしろ。そうでしたか、申し訳ございません。今までいろんな電車に乗ってきたが、お前の運転は特にひどい。申し訳ございません。ここの出発から気をつけろよ、クソが。はぁ、めんどくさ。あー、仕事辞めたい。ん？ソウスケ、電車来たよ。バイバーイ。わあ、運転士さんが手を振ってくれた。よかったね。これだからやめられない。ドアが開きます。ご注意ください。よーし、開いてるぞ。座れた、座れた。まもなく列車発車します。乗ります。うわぁ、席埋まっちゃってる。やばい、倒れそう。大丈夫か？あの、ちょっと気持ち悪くて。気づくのが遅くなってごめんな。どうぞ座ってくれ。ありがとうございます。ずっと辛かったよな。早く気づけなくてごめんな。いやいや。助かりました。お前らも周り見ろよ。駅員さん。ソスケ君、どうしたの？ママの誕生日で買ったお花を忘れちゃったの。え？もう見つからないですか？必ず見つけるよ。乗ってきた電車は覚えてる？33分に着いた横浜行き。オッケー、どこに座ってたかな？いつもママと座る前の方の窓側。わかった、ちょっと待ってて。うん。531号F、 車掌取れますか？はい、こちら531号F。前より窓側の座席に花束の忘れ物、至急捜索願います。了解しました。お子様からママへのタンプレみたいですよ。泣けますね。ちなみにお名前は？ソウスケくんです。了解です。あ、あったあった、ソウスケくんのお花だ。え、
あ、子供がママへのプレゼント忘れちゃったみたいで。あの、その子、この席に座ってたって言ったんですか？そうですよ。知ってる子ですか？あ、いえいえ、気のせいです。You've been down there. 今日はどこ行くの？新潟のおばあちゃんの家。お母さんは？おばあちゃんの看病で先に行ったの。そっか、気をつけてね。新幹線時に乗って浦沢駅で乗り換えて一号川口、新幹線時323号到着です。うわー、時だ。上越線大雪の影響で全線運休となっております。駅員さん、電車来ないんですか？ごめんね、雪で電車が走れないんだよ。ママ小僧、みかん食うか？あ、うん。バカいっぺこで詰まったねっけ、おい。おじさん、英語話せるの？面白いこと言うな。新潟の方言中やっちゃ。へえ、バカいって言うことだっけ？バカいいね。ソースケ、大丈夫？ママ！寒くなかった？バカいっぺこで詰まったねっけ。え？どうされました？あ、こんにちは。少し、できます。どうしましたか？おっせえな、何ちんたらしてんだよ。あー、すいません、もう少々お待ちください。手話してるってことはその人耳聞こえねえんだろ。そうですよ。でも声は出せるだろ。お客様、声は出せても周りの反応などを気にして出せない方もいるんです。そりゃ悲しいな。悲しいことばかりでよく生きてられるな。は？わかりました。耳が聞こえなくて悲しいこともいっぱいある。でも嬉しかったこともいっぱいある。おお。悲しいことも嬉しいこともたくさんある。あなたもそうでしょ？そうだな。ならどっちも同じでしょ？すいませんでした。なんで？あれ、切符がない。どうしよう。ん？やばい、早くしないと受付終わっちゃう。これ使えよ。え、いいんですか？いいから行けよ、大事な試験なんだろ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、お兄ちゃん切符は？なくした。じゃあもう一枚買ってもらうよ。そんな金ねえよ。それじゃ困るよ、警察に通報するよ。めんどくせえな。お前不正乗車しようとしたんだろ。おい、駅員。何ですか？こいつの分もこれで。え？あ、わかりました。あんちゃん、かっこよかったぞ。お、あざす。乗りまーす。急げー。あ、栗原駅の前感謝します。ふぅ、間に合った。あれ、ソースケ？ソースケ？ん？え、まさか電車とホームの隙間に？以上、大丈夫ですか？ソースケ！安心しろ、わしが両手を掴んでおる。ソースケを助けてください。行くぞ。うりぃー。ママ！ソースケ、なんともない？うん、大丈夫だよ。よかったな。本当にありがとうございました。おじさん、ありがとう。おう、まあ、ホームは危ねえからよ。坊主と手つなぎやれよ。はい、ぜひお礼をしたいので連絡先だけでも。そんなもんいらねえよ。ああ、いい運動になった。かっこよ。コーヒー、アイスクリームはいかがでしょうか？すいません。はい、コーヒーを一杯いただけるかな？コーヒーですね、かしこまりました。あら、おいしそうね。ごゆっくりどうぞ。キャッ。あらあら、すいませんでした、やけどはないですか？大丈夫だよ、気にしないで。汚しちゃってすいません、本当にすいません。気にしない気にしない、元から汚い服だから。すみません、すぐ拭きますね。お客様、うちのものが申し訳ございませんでした。いいのよ、次から気をつけられるでしょ。気にしない気にしない。すみませんでした、本当にすみません。俺を気にしろ。あらまあ、ディン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 。どうされました？今年の夏までなのか？何がですか？ディンディンディンディディンだよ。新幹線も車内チャイムだ。ああ、なるほど、よくわかったなガキ。そうなんです、今年の夏頃に変更することになりました。俺はあのチャイムがないと新幹線に乗らないのよ。僕もあのチャイム好きだったのに。ですよね。ただ新しい曲、会いに行こうも素敵な曲ですよ。どういう意味なのよ。コロナも収まってきた今、今まで会えていなかった人に会いに行こう、そして日本の活気を取り戻そうという思いがあるんです。なるほどな、暗いトンネルを抜けたら新しい景色が待ってるってことか。どういうこと？そこや。まもなく新宿行き発車いたします。やっべ、もう出ちゃう。忘れ物ない？うん、大丈夫。じゃあ体に気をつけて、ちゃんと。はい、ドアが閉まります。ん？まったく、あの子はいつもギリギリだな。お母さん。はい。
1分ほどお母さんの接続待ちをいたします。え、でも息子さんも強がってるだけで寂しいと思いますよ。はやて、ちゃんとご飯は3食食べなさい。え、母ちゃん、コンビニばっかじゃなくてたまには自炊もしなさいよ。分かってるよ。洗濯物は溜めすぎない、たまにはお風呂にも浸かりなさいね。うん、辛くなったら無理せずいつでも帰ってきなさい。母ちゃん、はやてのおかげで母として強くなれたよ。成長させてくれてありがとう。ありがとう。しばらく緊急停車いたします。車内トラブルの影響で緊急停車いたします。え、何があったんだ、不審者でも出たのか。え、あ、大丈夫ですか。どうしたら。ママ、お姉ちゃんが苦しそうだよ。え、お姉ちゃん大丈夫。この子過呼吸を起こしてる。もう大丈夫だよ、私がそばにいるから安心して。はい。息吸ってゆっくり吐いて、もう大丈夫だよ。お姉ちゃん大丈夫だよ。お客様、ご対応いただきありがとうございます。いえ、私は何も。本当にありがとうございました。全然だよ。周りの皆様も、もし見かけたら慌てずに優しく声をかけてあげてください。はい、福岡空港到着です。ママ早く。ソウスケ待って。え、エレベーターめっちゃ混んでる。全然進まないね。やばい、このままだと遅れちゃう。お客様お急ぎですか。あ、はい、もうすぐ飛行機が出ちゃうんです。ですと階段で行きましょう。でも荷物が多くて。僕が持ちますよ、さあ行きましょう。え、ありがとうございます。行くぞ。おお。わあ。ちょっと待ってよ。空港はあちらになります。本当に助かりました。空港のエレベーターはこの場合、困ったらいつでも声かけてください。ありがとうございます。ママ遅いよ。もうソウスケったら。お気をつけて。今日はどこまで行くの。ママの会社のある横浜まで行くの。一人で偉いね。行ってらっしゃいませ。 T1 に乗って終点の横浜まで余裕だね。このまま乗ってけば大丈夫だ。あれ、ここ横浜。ここは湘南台だよ。なんで横浜に行く電車だったのに。あ、もしかして東急と相鉄がつながったの知らなかった。え、うん、3月18日から開通したんだよ。だからここまで来ちゃったんだ。もう一人間違って来ちゃった人がいるから一緒に帰ってください。誰。鳥だよ。うう、怖いおじさんだ。いつも怖いわけじゃないのよ。行くぞ。うん。おいガキ、チョコやるよ。ありがとう。笑顔よし。お、初めてのお使いかな。赤い名鉄に乗って豊川稲荷で降りる。あ、赤い名鉄だ。うわあ、かっこいい。え、まもなく豊川行き列車発車します。え、豊川乗ります。ちょっとソウスケ頑張れ。次豊川稲荷ですか。はい、豊川ですよ。あれ、お兄ちゃん、この電車は JR だから名鉄とは違う駅に着いちゃうけど大丈夫かな。間違えちゃった。もう戻れないですか。楽勝だよ。一緒に名鉄の駅まで歩こうか。うん、ソウスケ、なんとか来れたんだね。楽勝だよ。どうやってここまで来たの。にひ、まもなくドアが閉まります。すいません、もう一度ドア開けます。お兄ちゃん、ゆっくりでいいよ。ありがとうございます。ん、空いてる席ないか。お兄ちゃん。はい。おばあの席座りなさい。いや、いいですよ。いいのよ、今年85だけど、あんたより歩けるわよ。ありがとうございます。おばあちゃん。はい、僕は今年6歳だけど、おばあちゃんより歩けるよ。あら、だから席どうぞ。優しい世界だ。あれ、どこ行けばいいんだ。邪魔だ。あ、すいません。うろうろすんな。あ、すいません。あー、もうわかんない。お兄ちゃん、どうかしたの。あの、長野から就活で来たんですけど道に迷っちゃって。どこまで行くの。いわきです。なら E657 系だ。え、あ、息子です。 E657 系って常磐線の特急日立だよ。え、あ、日立は中央改札を通ってエスカレーターで2階に上がって8番線に行ったら大丈夫だよ。あ、
ありがとうございます。この子のおかげで私も詳しくなっちゃって本当に助かりました。就活ファイトファイト、ありがとう。ありがとうね、ソウスケ。ママはお腹に赤ちゃんがいるから座ってて。そのカバン重くない？へっちゃらだよ。ありがとう。ああ、間に合った。あれ、ちょっと待って。なんだよ。あのお姉さん可愛くね。うわ、可愛い。あ、ダメだ、子供いるわ。なんだよ、こういう人たち苦手だな。てかさ、妊婦さんって優先席座っていいの？確か障害持った人の席だよな。だよな。じゃあ太ってるだけじゃね。おいごらてめえ、え、優先席の標識をよく見たか。え、妊婦さんのマークもしっかり入ってんだよ。あ、妊婦さんは立ってるのも辛い時だってあるんだぞ。そうだよ、ママは座っていいんだ。あ、妊婦さんを見かけた際は優しくお声かけをしてあげてください。はい、ママ座ってていいよ。ありがとう。もうわけわかんねえや。邪魔だ。すいません、東京はおっかねえ人ばっかっぺ。どけ。すいません、もう田舎に帰りたいっぺ。ん、もう無理だべ。お兄ちゃんどうしたの？長目黒まで行きたいんですが迷っちゃって。なら IN に乗って渋谷で TY に乗り換えだね。え、あ、息子は電車詳しくて。 IN って？あ、 IN は井の頭線のこと。あー、 TY は東急東横線だよ。あー、そういうことか。東京わかんないよね。はい、先月上京したばっかでまださっぱりで。そのうち慣れるさ。慣れるさ。だといいんですが。お兄ちゃん、あの電車だよ。ありがとう。優しい人もいっぺな。ゲーキ高校生アイドルのタクポヨちゃんだ。かわいい。朝ぽよ。あの子あんなに人気だったんですね。お前知らねえの？今やテレビじゃ見ない日はないほど人気だぞ。そうなんですね。ん？いつも見てくれてるの？うれぽよ。僕もサインお願いします。はーい。ん？何にしてやる。あいつ包丁を。待て。うぅ、刺されたぞ。逃げろ。おい、しっかりしろ。至急救急車と警察をお願いします。この女が悪いんだ。俺たちを裏切ったんだ。何があったか知らねえけど、お姉ちゃんを守れてよかった。ちょっと駅員さん、駅員さん。おい、元気そうじゃん。もうピンピンしてますよ。無事犯人も捕まって、あの子も安心してたよ。よかったです。お客様の命も大事だが、自分の命も大事にしろよ。はい。ただいま線路内に人が立ち入ったため運転を見合わせております。すいません、電車いつ動きますか？今のところわかんないですね。そうですか。ソウスケ大丈夫かな？ママの嘘つき。ボクちゃん、こんなとこで何やってんだ？兄ちゃんたちと遊ぼうよ。いやだ、ママを待ってるんだ。可愛くね、小僧だ。やっちまうぞ。うぅ、泣いても無駄だ。車に乗せてやる。うぅ、おいごらてめえ。ああ、何やってんのよ。誰だてめえ？そいつの友達だ。今警察呼んだからな。やべ、逃げるぞ。クソクソが。大丈夫かガキ？うん。ソウスケ、何があったの？怖かったよ。警察だ、お前がやったんだな。署まで来てもらう。ふざけるな、俺は何もして。やめてよ、このおじさんは僕のヒーローだ。え、助けてくれてありがとう。急げ急げ。ん？が壊れた時計か、捨てといてやる。駅員さん、どうしましたか？時計の落とし物ないですか？どんな色だったかな？シルバーの時計だと今のところ届いてないね。おじいちゃんからもらった時計だったのに。見つかったらすぐに連絡するからね。うん。その時計これじゃねえか？わ、それだ。ゴミ収集しとったら時計が入っとったからよ。ありがとうおじさん。山本のっちゃん助かりました。たまに大事なもんも捨てちゃうからよ。気づいてよかったよ。あれ、時計止まってるよ。もう止まってるんだ。でも死んじゃったおじいちゃんからもらった大事な時計なんだ。そっか、見つかってよかったね。うん、駅員さんも山本のおっちゃんもありがとう。笑顔。よしよし。